ああ始まりは確か教室での貸し借りだ明日には返すわいざ帰宅しラジカセが鳴り出せばたちまちバチバチに行かれた漫画みたいな稲光が射したこれだ雷に打たれたあれ以来会話の端々にアーティストやらアルバムクラスの片隅暮らしの中心にラップミュージック垣間見えるカルチャーワイルドスタイル do the right thing VHSをダビング最新作から 90s classics さんぴん CAMPコンピから次第にハマっていった Japanese 今みたいに配信サービスなんてない時代まして田舎町のハンディキャップしかし幸いにも間違いないダチがいた高架下のタギング度を越した能書き毎晩闇に同化したどうかしてるガキ飽き足りず先走る beatboxin lalimax アリバイが曖昧な冤罪犯なぁ一体何がしたい業を煮やしノートの端に初めて歌詞書いた気恥ずかしさすら知らずひたすらにやり切れない怒りや痛みを吐き出したマイク直刺しでREC インストの上一発撮りテイク重ねて声はかすれていくやっと完成ってもう朝焼けん試すカーステンショックウェーブ早くあいつらに聞かせてーなラベルの剥がれたカセットテープはまるでタイムマシンコックピットにはかつての俺の魂刻一刻超えてきた未来から What's up 20年前の俺がスピット今に分からせる道は地続き冷たい風切って歩くティンバーにヌプシ BK かっこ悪い鼻で笑ってたやつらにかっこ悪い過去なら未来から意味つけるものを死してなお生き続けるレジェンドその礎の上に成り立ってるシーンスパイク・リーがオスカーまさかコンプトンのラッパーがピューレイザーこことそことがクロスオーバーマジかドープなライマーも武道館にアレイナ若い世代は放課後にサイファーやばいな始まりは確か教室での貸し借りだ今どこかで俺の曲が鳴り出したマイク直刺しでREC インストの上一発撮りテイク重ねて声はかすれていくやっと完成ってもう朝焼けん試すカーステンショックウェーブ早くあいつらに聞かせてーなラベルの剥がれたカセットテープはまるでタイムマシンコックピットにはかつての俺の魂刻一刻超えてきた未来から What's up 20年前の俺がスピット今に分からせる